んだかな。こんなのミキさんじゃないですよ。なんだろう、珍しいね。こちらはミキです。ただいま留守にしております。ピーッとなりましたら、お名前とご用件をお話しください。ピーッ。ああ、味噌ラーメンと餃子をそれぞれ2人前。あいにくこちらでは、ラーメンを扱っておりません。ということで、どうったの？ああ。まあ、なんだ。念のために確認っていうか、聞いといた方がいいと思ってさ。え？お前って。そんなの。まあ、そうじゃない。ただ…ミキの風邪の原因が俺かもしれないって思った。いや…俺の部屋、冷房の温度下げすぎたかな。
隙間も音って感じだ。ここでブレイク入れんのか。中田川、おはよう。あの、私は構いませんから、どうぞごゆっくり。いやいや待って、そうなんですか。そこまではっきり否定されると少し残念です。中手川もなんか聞いてるのか。聞きます？ガチだ。しますよ。なんだか静かですね。あれ、いつ治るんだろうな。あんなに派手に壊れることが想定外でしたでしょうから、夏休み中に新しいゴールが来れば同じってところでは。つまんねえよな。壊した張本人に言われても。屋上は風が気持ちいいですけど、ちょっと寂しい気持ちになりますね。昨日のドラマご覧になりました？君の空が晴れるまでですか？あ、そっちではなくて骨まで溶かす愛の方です。ゆい先輩、どうして明らかに B 級な方を見てるんですか？え？あれって B 級なんですか？ B 級に決まってますよ。だってストーカーとの恋愛劇ですよ。しかも主演の男女がどっちも個性派じゃないですか。それって面白いってことですよね。二人ともなんというかセンスがずれてるというか、ミキ先輩もそう思い、いませんでしたね。まあ、あいつならどっちも見たらいいじゃんって笑って言うよな。ちげえね。
舞いに行きませんか？部屋に一人だと気持ちまでめいっちゃいますし、1に看病、2に薬です。ミキ先輩の場合、特にそうでしょうね。お見舞いの品として何か持っていきましょうか。ミキ先輩なら桃缶とかいいんじゃないですか。やっぱり。早速ミキさんに連絡しますね。ああ、今日はやめといた方がいいわ。え？どうしてですか？今俺んとこにメッセが入ってさ、かなりひどいらしい。ミキ先輩ってそういう連絡はグループトークでしそうですけどね。ああ、そこまで気が回らないほどに辛いってことなんだろうな。それにしても夕べは風邪をひくなんて素振りなかったのにな。榊先輩、本当に心当たりないんですか？心当たりってミキが休んだ原因にか？それ以外にありますか？いやねえよ。あん時は咳の一つもしてなかったし。本当ですか？なんでお前はいちいち俺に突っかかってくんだよ。だって榊先輩ってトラブルメーカーじゃないですか。お前が人のこと言えんのかよ。まあまあ、とりあえず今日のところは皆さんでお見舞いのメッセを送るだけにしておきましょうか。ですね。